はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、メガレックンザを書いていきたいと思います。その前に一つお知らせです。現在リクエスト投票企画を実施中です。参加方法はいいねボタンを押してコメント欄に書いてほしいキャラ名を書くだけ。すごく簡単な企画なので、ぜひぜひ参加してもらえたらと思います。そしてもう一つ、私のオリジナル漫画キングが Kindle で全話無料公開中です。先ほどのリクエスト企画の裏技になるんですけども、 Kindle でレビュー感想を書いてくれた人にはリクエストを確約でお答えするという裏技があります。概要欄のリンクから Kindle に飛べますので、興味ある方はぜひぜひ読んでみてください。よろしくお願いします。まず目の上のラインですね、をグイッとこう上げていって、でこういう飛び出た模様を描いていくんですが、3つ描いて、で横スーッと伸ばします。でこの上のラインにくっつけて目を描いていきます。半円で、で中にもう一個ちっちゃい半円を描きます。で、これの一回り大きい半円を外に描きます。で、ここからまた横に伸ばして、で、この三つが、この間ですね。間に下側のこの飛び出た模様を描くようにします。ちょうどこの間に。で、伸ばして、この間に、こっち下側。で、ここ終わりのところからこっち側下側ですね。でこの目の上のラインのちょっと上に V を作ります。ここですね、ここに V 字。でここのラインを二重にしていきます。こっちもちょっと伸ばしていきます。でここやっぱり V にして、これを二重に。でこの V の真ん中に頭を丸く描いていきます。でこの頭のまたさらに真ん中に縦長の丸を描いて、で模様、でこれ左右対称になるように、でこの額のところに丸を縦長の丸で二重にします。これこうるで、ここから口ですね。目のちょうど下ぐらいのところから上げていって、で、この模様のとこぐらいまで来たら、ちょっと台形に上げて、まず外側の口ですね。で、これ二重にしますね。唇なんですが、ここに牙がもう出てくる、くっついて、なんか唇にくっついて出てきます。でここから口開けていきます。で下もやっぱりたらこ唇で、唇に直接牙がくっついてる。で、斜めに上げて。で、下の顎が、ここですね。ここ顎、出ていきます。で、
で、ここから、この下のところですね。これを伸ばしていって、ここ三角に上げていきます。で、ここからオレンジで、この、縁の、なんだろうな、これ、ヒゲだ、ヒゲかな？三角ギザギザさせて、うん、ヒゲですね、これは。竜のヒゲ。で、ブイーンと横に出して、で、ここ、外に出して、四角、ちょっと四角作って、へこませる。で、また四角作って、へこませる。で、これをちょっとずつ内側に入れていきます。ここに輪っかを2つ作ります。2つつなげて、でここ穴開けます。でまたこう続いてきて、全部描いちゃうんですけど、またここで丸輪っか2つくっつけます。でまたぐいっと伸ばして、今度上行きますね。上行ってここも輪っか2つくっつけて、でこの輪っかはどんどんちっちゃくなっていく感じです。で、さらに伸ばして、また、もうちっちゃくなってきますね、今、さらに。輪っか。で、最後、ここで、ひし形になります。で、戻って、ここ左右対称になるように、ここですね、ここを左右対称に揃える。ここで、ここの長さも揃えて、ここですね、ここ揃える。で、右側も描いていきます。で、こっちもぐいっと上げていって、で、同じようにここ、オレンジで、ヒゲですね。で、レックウザの角部分ですね。ここを結構上げて、さっきのこのウィーンと V 字の続きですね。伸ばしていって、だいたいここまでの2倍ぐらい。鼻先から額のこの丸までですね。ここまでの距離、2倍ぐらいの距離まで伸ばしていきます。で、これ角。で、これを左右大体同じ高さまで伸ばしていきます。右側も、でここからまたオレンジでひし形の今度角の光を描いていきます。ちょっとふにゃふにゃさせつつ、細いんですけども、で下ろしていって、ここもふにゃふにゃだな。ちょっとふにゃふにゃが足りないですね。ふにゃ、でここで丸めて、また上に行きます。で、これ大体この
頭のこのてっぺんのところでピーッと横に伸ばしてきたところぐらいまで来たら、先を丸くして、丸くっていうか縦あの細長い丸ですねにして、ピッと、で反対側こっちもひし形、右側もひし形を作って、左側のひし形とぶつからせて、でこう後ろ通って、でこっちは角度がつくのでこんなビヨーンって伸びずに、このもうここで終わりになります。なのでここに丸書いて、さっきピッと飛び出させます。この頭の続きがこう後ろ出ていって、ここから鱗ですね、羽みたいにグイーンとこのさっき描いた触角の近くまで伸ばしていきます。でこれも縁をつけて、でちょっと斜めに、で右側も出ていくんですが、これはだいたいこのひし形と高さを揃えます。で縁をつけて、でこれは角度がつくのでこっち側の縁はちょっと見えなくなっていくっていう感じですね。でこれは体が後ろくるっとこう この間を通って、ここにパーツが体が分かれるような感じで、でこの2つ目のところから、横グイッとこうつながっていく感じです、ひげが。で首はというと、グイッとへこんで、ここ黒のラインくるくるくるっと接合部分です。でここちょっと飛び入れて、でくるっとこっちに回ってきます。でここにこのちょっと羽からちょっと下がったところですねに腕の付け根がきます。黒の縁取りがされてて、そこから腕細いんですよね、レッグが。この縁取り続き、でここ関節でぐいっと前に手を出していきます。手なんですが、手は指が3本なので、まず親指かな、3つなのでなんていうのかちょっとわかんないですけど、人差し指みたいな感じで描いて、でこっちも爪で、もう1本で爪で、この首がこうくるくるっとこっちとほぼ平行に回ってきて、でここ模様入れます。でここに縦長の丸の宝石みたいなパーツを2つつけて、でこれを黒で縁取りするようにして、
で、ここにまたパーツをつけて、台形なんですけど、ちょっと先が尖ってる。ここは台形、ほぼ。で、これも左右対称になるように、こことここの長さを揃えます。で、こう斜めに押して、こことここの高さも揃える。で、こことここの高さも揃えて、と、大体左右対称の感じで描けます。で、これはちょっと奥も見える。で、体の続き。ここですね。ちょっとここでねじっていって、後ろ。で、またここでくるっと。で、この黒い部分についてる緑のパーツはちょっと外側に出します。こっちも。ちょっと外側についていくので。こうですね。これが黒いパーツで、緑のパーツはこの上にカチャンってはまっていくイメージなので、すると、ここ段差できますよね。緑のパーツの方がちょっと外側についてるっていう感じになります。で、またここに、同じ、このパーツですね。で、これも左右対称になるように、これちょっとヒゲが来てるのでややこしいんですが、ここですね。ここを揃えて、で、また上げて、ここも揃える。で、ややこしいですが、ここも揃えると。で、こう、ちょっと斜めを切って、もう隠れちゃいますが、こうなってますね。で、ここに黒いラインが入って、で、またグイーンと本体が上がってきます。で、また黒いパーツを緑で挟むので、ここですね、ここがまたちょっと外側に出る。ここちょっとここ外側に出て包む感じになります。で、また羽のパーツ。で、これもここ左右対称になる。ただ今回ですね、身がちょっと角度つくので、ここでもただここは揃える。で、ここも揃える。一見ちょっとちっちゃく見えますが、角度がついてるだけっていう感じです。で、この緑のパーツの終わりがここで、また黒いパーツがついて、くるっとこうねじっていきます。ひねって、巻いていって、ついに尻尾です。終わりですね、やっと。わかった。ねじっぽもまたちょっとややこしくて、まずここ黒いライン入れますね。で、ここに黄色の、これは尾びれかな。で、これがこう後ろ続いていって、上に上がってきて、戻していきますね。こうです。で、こうつながってる。で、これも左右対称になるように、身がこっちですね。こう出ていて、ややこしいんですけども、ここ重なっちゃってるからややこしいんですが、こう後ろ。出ていって、
こう上に上がっていって、でこう横に続いてきて、でやっぱり右側奥なのでちょっと短くなるんですね、角度がですね。でもこの最終の高さは揃える。あとこのひし形の先に三角の端、ひげの先ですね。であとこれとまたこの奥にもこの同じ三角のパーツがついているので、こっち側ですね、これはまたここ高さ揃えて、こう回転して、多分これ4つ、この奥側にも見えない方向にもついてて4つついてるんじゃないかと思うんですけど、でこれもここ高さ揃えて、でするとこれもこの奥側ですね、これと平行になるパーツが見えるので、ここですよね、ここをこう降りてきたところ、でここをスーッと下ろしてきたところ、であとは体のパーツ入れていきますね。これキラキラのまた宝石がこの辺りついているので、ちょっと縁黒い、もうちょっと黒でもっちゃいますが、でここにもついてる、でこれがこうこっちに来て、ここ縦に2つついてます、で縁取り、でこれがこっちにもついてるので、縦に2つつけて、で縁取り、あとはこっち側の手の反対側、こっち側ですね、右手は奥にちょっとだけ見える、で右側のひげはこうくるくるくるっとこっち続いてきて、こうここはか、あとはか、でこう上がっていきます。でちょっと尻の先が三角、緑と黄色とオレンジと薄紅色を使って塗っていきます。まず薄紅色で瞳のこの外側を塗ります。で口の中を塗っていきます。先をちょっと薄く塗って、奥はこういうのですね。で黄色でこの縁の部分を塗っていきます。これちょっと縁多いから大変なんですけど、でこのひげのところも黄色ですね。牙はちょっと白っぽく残します。でこれ奥側のラインをこういうふうに、で手前はちょっと光が当たるので、特にこの辺りから薄く塗ります。あとこれも奥が濃くて、でこの尻尾から出てるこれひげ、
というか、あのこの部分も切るんですよ。こちらもかなり薄く塗ります。あとはこの宝石が下が黄色くて上がオレンジですね。とハイライトを。で横向くとこれこっち側が黄色くて、で上側にオレンジの光が入るっていう感じですね。でこっちの下が黄色で上がオレンジ。であとはこのひげが、このぐらいまで黄色ですね。でちょっとこの辺りこういうのを塗って先を薄く、でここからオレンジで塗っていきます。で、これまたここの、ここから黄色です。黄色で、この輪っかの半分ぐらいまで黄色。で、オレンジ。で、ここからまた黄色。グラデーションですね、これは。オレンジ、で黄色、で最後先がオレンジだ。でただこっち側にちょっと黄色が入る。で反対側こっち側が黄色、こっちもこの辺りが黄色。で、ここからオレンジ、こっちがオレンジ。で、この角から出ていくこれも黄色とオレンジのグラデーションを作っていきます。ここオレンジ、で黄色。この辺りからオレンジと、でまたさっきちょっと黄色ですね。でこっちもオレンジ、黄色、でこの辺りからオレンジ。で、さっきちょっとだけ黄色と。で、黒で目の縁を塗っていきます。で、この辺りがちょっと薄く。この
では顎のところをこうハイルで塗って、でこっち側から黒で塗っていきます。ここが光が当たるイメージですね。この手の口のところ中側を濃く塗って、この辺り影を薄くて、あとここでハイライト、でこれをこっち側に、背中側ですね、お腹をちょっと光らせる感じで、こっちをこう塗って、で最後に緑で体を塗っていきます。こっち側ちょっと影を入れて、でこっちを薄めて、でここ顎の続きのラインのここですね、ここ影、で逆に目のところをハイライト入れて、こっちに影が落ちる、この角の先をハイライトで薄く塗ります。でここにこっちにも影を落としていきます。でこの金具がこうつながってきて、この内側にはハイライトが入るので、ここはもう1さらに1段階薄くします。で手はこっち側
手の甲の方にですね影が落ちます。でこっち側の羽は影になるのでこういう目に塗って、こっちは光が当たるのでハイライトになります。でここから一段と薄く、で角は右側の角はここが影ですね。影になるんですが、縁をちょっと残すとかっこよくなります。で、ここ薄めに塗って、で、角の先をちょっとまた一段と薄く。この影が続いてきてここまで降りてきます。でここお腹光らせて、で背中側はまたちょっと影ができていきます。ここでこっちに影を塗って。この羽の半分ぐらいまでですね。で、ここからちょっと薄く、こっちの光が当たるので。で、あと濃いめに。尻尾は後ろが全部影になるので。ちょっとここは残しつつかな。最後、ゲーム先ですね。はい、というわけで完成です。もし参考になったら、チャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で何か書いてみたいリクエストがあれば、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。